どういう感情になったらそういう人を殺めるっていう行動をしてしまうんだろう。刑務所に7年間いるってことは幸せに見えてはいけない。彼女が抱える負の感情っていうものが私も学生時代に持っていたので、孤独を知らない限り彼女を演じてはいけない。1回目のオーディションの時は、事前に台本をいただいていて、セリフを覚えてっていう状態で行ったんですけど、私はセリフが飛んでしまって緊張しすぎてで、台本見てもいいですかって言ったら、全然見ながらやってって言ってくださって、 でも私本当に緊張しすぎて、その帰り胃が痛くなるっていうぐらい緊張していた。でもその緊張していた理由は、本当にアンシュルさんの作品のもともと大ファンだったので、福田かなっていうのはこういう人間だよっていうのも一応渡していただいてたんですけど、読んだ時に本当に壮絶な人生を歩んできた子だなって思って、ただ自分は全然同じ境遇でも環境でもないんですけど、少しだけその彼女の感情に共感できる部分があったので、彼女が抱える負の感情っていうものが私も学生時代に持っていたので、彼女ほどすごく大きいエネルギーではないですけど、私もあんまり友達とこう仲良くっていうのができない人間で、すごく浮いていましたし、本当に彼女を演じれるのかどうかわからないっていう不安がありまして、それを監督に相談したら、とにかく役作りをしっかりしろ、役作りさえしてくれれば絶対に福田カノになれるからっていうのをおっしゃ言われたので、で自分で何をしたらいいんだろうって考えた時に、やっぱり私は殺人を犯したことも刑務所にいたこともないですし、それを役作りとはいえ経験できることではなかったので、やっぱり殺人を犯した方のインタビューだったり記事をとにかく徹底的に見て、どういう感情になったらそういう人を殺めるっていう行為をしてしまうんだろうっていうのを役にこう落とし込んで考えたりとか、あとは刑務所での生活っていうのをできる限り自分で再現するっていうことをして、食事だったりタイムスケジュールだったりとか、あと電子機器に触れないとかっていうことをして、孤独を知っていって役を作り上げていったっていう感じですね。孤独を知らない限り彼女を演じてはいけないって、なんか勝手な正義感というか、そんな生半可な気持ちで演じちゃダメだって思ってたので、それはもう自分の中で修行じゃないですけど、5日間ぐらい部屋にこもって、でご飯持ってきてもらってみたいな、1週間ぐらいだっけな、なんかやってましたね。やっぱり彼女が抱えるその反省っていう気持ちだったりとか、あとはそれだけじゃなくて、形がわからないけど何かに追われるっていうか、苦しみがきっとあったと思うんですね。なんかそれは言葉にもできないことだと思いますし、例えばその殺してしまった時のフラッシュバックなのか何なのかっていうのは本当彼女にしかわからないですけど、やっぱり孤独で一人でいると何かしらをやっぱり考えてしまうし、良くない方向に考えたりとか、本当にあの時ああいうことを自分がしなきゃよかったんだとか、なんかすごくこう一人で考える時間、その役に向き合う時間だしも作れたし、あとは彼女だったらこう考えるんだろうなとか、なんか私なりになんかこう考える時間ができたっていうか、すいません、なんかうまく言葉にできないんですけど。あ、全部英語でした。私英語全く喋れなかったんで、最初はやっぱり監督も私のことをやっぱりそこまで信じていないというか、本当に、まあ、私のこと選んでくれましたけど、やっぱり福田佳奈を演じるってよっぽどなことだと思いますし、監督にとってもすごく責任のあることって分かってて私に役をくれたので、やっぱり最初は多分不安で、結構ちゃんとやってるのみたいな、結構連絡来たり、なんか今の君だと本当に健康的すぎるから絶対ダメだとか、普通の人に見えちゃうからっていう、今の私のこの状態だと。やっぱりその刑務所に7年間いるってことは、その痩せてるっていうことだけじゃなくて、不健康でなきゃいけないし、健康に見えてはいけない、幸せに見えてはいけないから、そこを作ってほしいっていうのを言われていて、
7年7年っていうその月日が感じられる姿になってた、ありがとうございます。あれは本当にちょっと衝撃的です。本当に嬉しいです。そうやっていただけると、頑張ったっていうか、その甲斐があります。いや本当に素晴らしかったです、すみこさんとめぐみさんとの1対1のシーンがクランクインの日のシーンで、そうなんです。でリハーサルも一切せずに撮影だったので、でも私なりにそのシーンはすごくこう重要なシーンだなとも思っていましたし、自分の中でもすごく作り込んでいったんですけど、監督にその4分の1の量にしてほしいって言われて、いきなり言われたもんだからもうテンパっちゃって、どうしたらいいんだろうと思って、まあとりあえずでも必要な部分だけにしてセリフを、であとはちょっと間を詰めるとかいうことをやってどうにか乗り越えたので、1日目でもうこの先できんのかなって思うぐらいちょっと思いやられて、でもまあどうにか乗り越えて、そこからはそんなに苦労するシーンっていうのはなかったんですけど、このメインビジュアルのシーンだけは何度やっても本当に違う違うみたいな感じで、ちょっとそうですね、映画見るまではもう最後の方もなんか意地でっていうか、もうなんか何がいいか分かってないけどやるみたいな。でも映画見た時にすっごい印象的なシーンになってて、やっぱ監督すごいなって思いましたね。多分それが全部見えてたんだと思うんで。あのシーンは監督にはカナはとっても意志を持っていてほしいって言われていて、相手にのめり込まないように、私がその演出を言われてなければ多分本当にすいませんで自分を責めるっていうシーンになってたと思うんですけど、そうしないでって言われて、そのカナがかわいそうで終わってほしくないから、もうちゃんと自分最後は自分の意思を持って向き合ってくれって言われてたので、それがあったから私もこう負けずに演じれたなって思います。そうですね、私はもう演じている時というか、その撮影中は一切他の人と会話ってコミュニケーション取らなかったっていうか、取るなって言われていたし、楽屋でも一人でしたし、あの法廷のシーンも一切誰とも喋ってなかったので、なんか皆さんのこのがどんなんだったかってちょっと覚えてないっていうぐらい本当自分の世界に入って、なんかオフになった瞬間にオンになれなかったら怖いなと思って、ちょっとずっと福田かなでいました。意識してオフにオンにしてたってわけではないんですけど、その現場以外では。でも基本はやっぱり福田かなでいることが第一優先と思ってたので、多分そうでしたね。ずっと音楽も本当に監督からもらったこうかなのイメージの音楽とかを聞いたりとか、私が思う福田かなに合う音楽を聞くとかをしていました。もともとその当時入っていた事務所の社長に、まあ、モデルは自分の意思で始めたわけじゃなかったので、ちょっともうやりたくないというか、その当時はですけど、今はそう思ってないんですけどっていう話をしたら、なんでって言われて、やっぱ私自分に対してすごくコンプレックスがあったんですね。身長も低いのでとか、モデルとして、そうですね、じゃあ一回俳優やってみたらって言われて、で川木のオーディションを受けたっていう感じです。そうですよね。そこですごい洗礼を受けたんじゃないかなと思って、いわゆる中島監督の怖いっていうエピソードを聞いていたので、すごいビクビクしながら現場に行ったら、そのシーンは全然そんな感じじゃなくて、もう好きなようにやっちゃってみたいな感じで言ってくださって、怖さって一切なくって、でそれはある意味良かったっていうのも思いますし、結局自分発信じゃないと何も始まらないっていうことに気づいたっていうか、やっぱ俳優の仕事っていうのは自分が演じるっていうことに対して前向きに前向きにならないと、下手したらカットされる可能性もありますし、やっぱなんかそういう、なんだろうな、臨場感とかスリルみたいなのもすごく刺激的で初めてだったので、これ楽しかったなって、やりがあるなっていう印象でした。すっごい刺激受けました、うん、
10月前半から15日ぐらいまで行ってたんですけど、その帰ってきてから2ヶ月ぐらいで映画80本ぐらい見て刺激を受けすぎてそのタイミングであんまり仕事もその時はしてなかったので、もう今しかないと思って、とにかく映画を見るっていう生活を。そうですね、やっぱり映画をやりたいっていうのがすごくありますし、いろんな役をやりたいっていうのはもちろんあるんですけど、この許しの時のように本当に自分の人生かけて身を削って演じたいって思う役に出会いたいなと思います。で最後私のレンズを見ていただいて、私服ですかって、ね、なんかボタンがすごい可愛いとか。